149人が参加する野党の合流新党の代表選挙が今日告示されました。国民民主党の泉政調会長と立憲民主党の枝野代表が立候補しました。なかなか行き届かない PCR 検査、そして、陽性患者への対応、さらには疲弊する経済、間断なく空白なくコロナ対策を訴えていきたいと。人手不足が慢性化し、デジタル化なども進まず現場力を失っています。私は国民のリアルな暮らしを直視し、政権の選択肢となり政治に緊張感を取り戻す。午後から共同で記者会見が行われ、次の衆議院選挙を見据えた消費税の減税や新型コロナ対応などの議論が交わされます。10日に投開票され、新しい代表と党の名前が決まります。